おいでませ山口へ。 Welcome to Yamaguchi。 意外と知られていない山口市に関することを紹介します。今回はユニクロです。実は本社は山口市にあります。新山口駅からユニクロ本社がある山口市狭山まで車で移動します。その間にユニクロの社史について簡単に紹介していきます。ウィキメディアを参照。株式会社ユニクロはユニクロの店舗名商品ブランド名で、実用、カジュアル、衣料品の製造小売を一括して展開する日本の企業です。日本におけるファストファッションの代表的存在であり、自社のファッション製品をライフウェアと称しています。ファーストリテイリングの完全子会社です。本社を山口県山口市狭山に置いています。また東京本部を東京都港区赤坂のミッドタウンタワー、有明本部を東京都江東区有明のユニクロシティ東京6階に置いています。社史について、1949年、山口県宇部市にてメンズショップ小郡商事を個人営業にて創業。1963年小郡商事株式会社設立。1984年ユニクロ第1号店を広島市中区に出店。1991年小郡商事株式会社から株式会社ファーストリテイリングに変更。1992年、直営店舗数が50店舗を超える。1998年、フリースを200万着販売。2001年、日本国外初の出店となるイギリスユニクロ店4店舗をオープン。2005年、ニュージャージー州にアメリカへの初店舗を出店。2007年、フランス第1号店をオープン。その後、ヨーロッパやアジア各地に展開して現在に至る。この辺りはいろいろな産業が集まっている団地です。山口市商工振興部産業立地推進課の説明によると、次のように書かれています。山口テクノ第2団地。山口テクノパークに隣接し、製造・物流の戦略拠点として相互に連携。ユニクロ本社も立地しており、ここを拠点にグローバルな事業展開を行っています。こんな山を切り開いた産業団地の中に、明るい南欧的なデザインの会社があります。玄関前のポールに鮭がたなびいているのが、
ここがまさにユニクロの本社だなと思わせてくれています。またのお越しをお待ちしています。I look forward to seeing you again.